MCS メビウスコズミックサウンズマイナスは日本の山崎リオと長森達也による音楽グループ MCS と書いてミックスと読むジャンル J p o p 活動期間2009年山崎リオ血液型大型株式会社 T トックレコーズが運営する参加レーベル T ステップミュージック参照 http://www.t-stepmusic.net スラッシュに約6年所属し、2020年9月より退所。担当楽器、ボーカル作詞、作曲、リオという名前で、サークルアルマーズ httpalmaz2.com スラッシュのボーカルを担当。ビジュアルノベルゲーム、忘れられたスパーの主題歌。 挿入歌を担当している。長森達也。血液型 AB 型。ライブ中はリーダーに会話を振られてもあまり話さないが、サングラスをすると話せる。MCS のサウンドを支えるキーパーソン。担当楽器、ギター作詞、作曲、編曲書道、師範。2009年1月より、活動開始。2009年1月18日、初のストリートライブを行う。 2010年5月23日、自主制作 CD、ファーストシングル、ラベクリスタルでデビュー。2012年1月21日より、福島県相馬市大野台第一王宮、仮設住宅集会所にて、取り壊しが決まるまで、毎月、季節を感じるコンサートを開催。大野台第一応急仮設住宅集会所にて取り壊しが決まるまで毎月季節を感じるコンサートを開催大野台第一応急仮設住宅集会所にて東部再起の会事務局、立谷光一氏と出会い、 松川浦漁港にて震災以降から開催されているイコール東部再起の会参照が主催する東日本大震災物故社異例流東会イコール参照テーマソングの作曲依頼を受ける後に完成した灯籠の明かりに鎮魂の重い作詞立候イコール作曲編曲流子イコールが福島県内ニュースとして福島民放新聞 福島民有新聞、産経新聞、47ニュース、ヤフーニュースに掲載され、話題となり2016年8月24日より、全国発売となる。FM 西東京、FM チャッピー、千葉テレビ放送、マスターコレクション、YBC 山形放送、インターネット放送、渋谷ラジオ東京を参照。 http://shibuinradio.tokyo スラッシュにも取り上げられる。長森は、第3弾、第4弾と CD を作っていきたいです。次の CD の構想も、僕の中ではできてきているので、ボッツになるかもしれませんが、と、フリーペーパー、温泉、卵2017サマー号のインタビューで語り、次期作についての抱負を語っている。 2014年9月20日、秋葉原クラブグッドマンにて、活動休止ライブを行う。2015年8月30日、福島県相馬市小浜の松川浦漁港で、開催された第5回東日本大震災物古車、異例流東会にて、灯籠の明かりに、鎮魂の思いを歌唱。2015年9月20日、伊勢崎町クロスストリートにて、MCS 復帰ライブを行う。 2017年3月26日、福島県相馬市狩り式が集会所にて、第61回目の大野台第1応急仮設住宅集会所を分かれ、開コンサートを行う。2017年10月31日、公式サイト、MCS メビウスコズミックサウンズマイナスを公開。2020年11月、千葉テレビ放送トピックメーカーのエンディングテーマとして、 プレゼント、メビウスコズミックサウンズが起用される。自主制作 CD 道路の明かりに、鎮魂の思い、おいなすさん、ライトマイファイアジャケット画像福島民放新聞島、民有新聞、産経新聞読売新聞週刊仏教タイムス。ありがとうございます。